仙台風篠田巻を作ります。仙台風と油揚げはとても相性がいいです。鍋に水と高橋塾簡単万能だれを入れます。で、そこに仙台風を乾いたまま入れて吸わせます。そうしまして、火をつけて弱火でじっくりと煮ていきます。油揚げは熱湯をかけて、ここに入れまして、ちょっとおつゆが少ないようですけれども、これで仙台風が吸ってますので、火を入れますとこんな風に少しまたおつゆが出てきます。そして、これで煮て煮上げます。そうしましたら粗熱を取って油揚げを、3方向を切って広げます。で、1枚の、開いた油揚げを、にします。そして、ラップの上に乗せて、切れ端は上に乗せておきます。そして、煮上げた仙台風を5枚、この上に重ねて並べます。端からこのように重ねて乗せてください。そうしましたら、ラップを持ちまして、巻いていきます。こうやって巻くときにラップを巻き込まないように気をつけて巻いてください。で、このように巻きましたら、両端をひねって締めていきます。両端を持ちまして、まな板の上を転がして、こんな状態でしばらく置いておきます。そうしますと、こうやって癖がつきます。で、それをラップの上から3等分に切ります。ラップの上から切りますと綺麗に切れます。そしてラップを外します。これで盛り付けます。で、ブロッコリーは、お出汁に味をつけたものに、冷ましたものにつけておきます。そうしますと彩りが綺麗で、このように味がつきます。簡単でとても美味しいので、ぜひお作りになってみてください。